新浜本町末広大橋につながる交差点のすぐ近く、2019年12月にオープンしたタイ太郎。タイの旨味を効かせた無添加化学調味料不使用のスープが自慢のラーメン店です。そんなタイ太郎で今しか食べられないのが、ワン、ツー、スリー、ゴー、昆布水マダイつけ麺。麺を水ではなく昆布水に浸した今話題の一品、昆布水つけ麺は夏にぴったり。タイ太郎では氷を入れた冷水でキュッと締めた全粒粉麺を使用し、低温調理のジューシーで柔らかな鶏チャーシューを乗せました。特製のつけだれや薬味など味変が楽しめます。昆布水つけ麺とは、麺が昆布水に浸かった状態で提供される商品です。当店の昆布水は利尻産の根昆布と干し椎茸を一晩水につけて出汁を取った昆布水となっております。うまみたっぷりの昆布水を絡めた麺、まずはそのままで実食。さすが昆布水、とろみがありますね。いただきます。昆布の旨味はもちろん、麦の香りがして麺そのものの味が感じられます。一方で醤油ベースのつけだれは深みのある味。鳴門産のタイのアラや野菜、フルーツをじっくり煮込んだスープで作っています。つけだれはタイと醤油のいい香り。おいしい。タイの出汁がよく効いてます。つけ麺というよりお蕎麦に近い感じで、あっさりしててどんどんお箸が進んじゃいます。夏場限定でもう3年くらい提供してるんですけど、やっぱ外でお仕事されてる方とか食欲がない時でも食べやすく、結構人気な商品となっております。この夏は当店の昆布水マダイつけ麺をぜひ食べに来てください。日本のだし文化を存分に味わえる一風変わったつけ麺をぜひどうぞ。